お元気ですか、ボクシミでございます。今回は2024プロ野球チップス第2弾の開封動画第5回目をやりたいと思います。5回目は7袋しかね、ちょっとね事情があって手に入らなかったのでね、今回は7袋で挑戦したいと思います。で、前にね聞いたことあるんですけどね、2024年度版はねなかなかね白菜カードがね出ないってね聞いたことがございます。ちなみにね第1回目の時に1回は出してるんですけどね、今度はね1回じゃなくてね1枚は出してるんですけど、またね2枚目出したいと思います。ではやりたいと思います。で、ソフトバンクホークスの山川穂高内野手でございます。で、キラカードでございます。東北楽天イーグルスの島内博明外野手のこれキラでございます。2袋目でございます。埼玉西武ライオンズの中村武也内野手でございます。横浜 DeNA ベイターズの森唯人投手でございます。3袋目でございます。で、ヤクルトの、ミゲル・ヤフーレ投手でございます。広島カープの栗林良治投手でございます。4袋目でございます。読売ジャイアンツの丸義弘外野手でございます。で、ソフトバンクの選手会長の周東右京内野手でございます。5袋目でございます。楽天、イーグルスの則本昂大投手でございます。横浜 DeNA ベイターズの佐野啓太外野手でございます。6袋目でございます。読売ジャイアンツの坂本勇人内野手でございます。広島カープの田村俊介外野手でございます。最後の7袋目でございます。で、中日の選手会長の柳裕也投手でございます。で、最後は横浜 DeNA ベイスターズ、東克樹投手の平でございます。はい、以上で2024プロ野球チップス第2弾の開封動画、第5回目の7袋終わりたいと思います。はい、また機会があればね、また第6回もやりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。